おはようございます。どこに止めようかなと思って、八ヶ岳がめちゃくちゃ綺麗に見えてますね。いや、そしたらこれさ、あれね、ドーンここが今、めっちゃになっちゃってる。八ヶ岳が、いや、綺麗だ。表コースを行ったらこのシェルターの横通って、あ、これでこう帰ってます。そうですね、ここないけど槍ヶ瀬あってこうバーンって見えるとこあるんですよ。でそこを通り過ぎるとこの東御の頭で、そこからもうちょっと行ったら黒風ですね。ああ、そうか。はい。でもし風とかがなくて天気が良かったらこのジャコツソックぐらいまで行ったりとかでもいいと思いますね。はい。ぜひ。うん。よろしくお願いします。はい。で浅間山はね、あの火山の山なんで、今は噴火警戒レベルが2ということですね。佐藤さん、登ったことありますか？前掛けとかないですか？おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。はい、久しぶりですね。多分半年ぶりぐらいだと思いますね。まだまだありがとうございます。はい、じゃあ登っていきましょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山岡大将チャンネルの白鳥です。今日はまたまた浅間山、黒布に登りに来ました。今日2月の24日土曜日ですね。今週頭ぐらいですね、また結構冷え込んだんで、前回で 1,2 週間ぐらい前に来た時と比べたらめちゃくちゃ雪が積もってます。で、ここに来るまでの途中の道路もですね、すごい積雪してて、もう今日は絶対ノーマルタイヤじゃ登れない感じでしたね。で、気温がですね、今おそらくマイナスの10度ぐらいかなというふうに思います。めちゃくちゃ寒いです。そんな感じで、はい、今日はサトシさんと一緒に登りたいと思います。はい、サトシさん、今日の意気込みをどうぞ。はい、じゃあ行きますか。はい、じゃあ頑張るぞ。おー、
はですね、白鳥ママが苦手なところですね。でも今日の感じだったらなんか行けそうな感じするな、これぐらいだったら。あれ、右の方に見えてるのはあれですかね、南アルプスですか。抜けて開けたところに出てます。後ろがですね、すごい大展望です。アルプス全部見えますぐらいな感じですね。大の見てると行きたいとこばっかりですね、 YouTube とか見てそうですね、めちゃくちゃそういうの憧れますね。キャンピングカーで日本を一周するとか、ね、仕事辞めて日本を一周始めましたみたいな、めちゃくちゃ憧れて。誇りがないですからね。高峰高原ホテルの駐車場が見えてますね。で、僕らが車止めたところはちょっと見えてないな。本当にすぐ後ろスキー場、そうですね、スキー場ですね。浅間2000だったかな、はい。スノボやろうって誘われたんですけど。おお。やったことあるんですか。でも、いや、それはちょっと危険かもしれないですね。はい。はい。わあ、めっちゃ綺麗。おお、あずま屋さんがめちゃくちゃ綺麗に見えてる。四あ山ですね。難しい読み方です。太陽が昇ってきて、日差しが差し込んで、すごく綺麗です。うわあ、いいな。めっちゃいい子、やばいっす。今日めちゃくちゃ綺麗です。やっぱり気温が下がってね、雪が降った後はめちゃくちゃ綺麗ですね。今尾根を歩いてるのかな、ちょっと細い登山道を歩いてます。目の前はですね、黒布、はい、いやー、雰囲気がすごくいいです。あ、最高。はい、じゃあ左をご覧ください。あー、見えた。めちゃくちゃ今日見えてますよ。今日はいい、めちゃくちゃいいだ。車でこっち来るとき、めちゃくちゃ曇ってたじゃないですか。今日やばいかなって言ったんですよ。シェルターですね。万が一の避難するシェルターです。行きますか。ねえ。硬いかな。硬そう。来たー、槍ヶ岳到着。ね、この樹林帯を抜けたこのバーンがめちゃくちゃすごいですよね。うわー、今日はいい日だ。めちゃくちゃ綺麗に見える。東海の頭到着です。
はい、今僕らは東御の頭を出発して黒富山の山頂を目指してます。龍神さん、龍神さん、今サトシさんがね、龍神さんのビデオ、YouTube 見てね、楽しいって言ってますよ。近い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 、龍神ファンがここにもいた。Bさんは言った黒部のやつあるじゃないですか。あー、黒部ね、はいはいはい、すごいっすね。ねえ、あれすごいですね。行きたいけど食べるダメだな。ダメですか、行きましょうよ。俺も行きたい、下の廊下で。ねえ、だから早く若いうちに行った方がいいです。佐藤さん怒んないでくださいね。はい。ああ冷たい。山頂のあれですよ、上が見えてきましたよ。おはちっていうんですかね。はい、はい、すごいですね。テント張ってる人がいます。初めて見た。はい、黒富山の山頂到着です。大丈夫です、ありがとうございます。はい、じゃあ柿の種、チョコ種、かけ塩アーモンドいただきます。冬限定です。限定なんですか、はい、よかったら食べませんか。あ、そうです、あ、いただきます、ありがとうございます。冬限定、美味しいです、甘じょっぱくて、いただきます。めちゃくちゃ美味しいですね、これね、これ美味しいでしょ。もう一個、ね、もう一個ぐらいあるんで、多分食べてください。はい、じゃあ黒富山早々に今からですね、蛇行津岳行こうか行かないかって言ってたんですけど、天気もいいし風も穏やかなんで、はい、行きましょうということで、はい、じゃあここから1キロですね、もう多分30分もかかんないと思います。はい、じゃあ出発します。じゃあ、そうだ、昨日は結構雪降ってたんですか。昨日は5センチぐらい。あ、そうですか。夕方からすごい晴れてきて、おで朝もすごい綺麗だった。羨ましい。でもこんなところで張ってね、なかなか晴れるところが分かんなくて、蛇骨だけまで行ったら、はいはい、もう全然なかったもん。さすがに遊ぼうな。ちょっと設定して、いやすごいすごいな。今日はもうジャンプ、これからもう下山ですけど。じゃあ行ってきます、気をつけて。はい、いや、なんかその東京の山小屋、避難小屋ってめちゃくちゃなんか綺麗じゃないですか。さすが東京都やと思って。だって山頂の標識もすごいですもんね。なんかね、ぼっち登山っていう YouTuber さん見てます？その人が結構、その人東京の人なんですけど、もう毎週登って毎週上げられてるんですよね、動画を。で、もうトークなしで、もう絵だけでこう見せるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね。その人が最近避難小屋に宿泊するのにハマってて、あ、一回泊まってみたいなって。行きましょう行きましょう。うわ、すごい。ですね、こうどんどんこう
あれが変わっていくからここいい。そうそうですね、うん、ずっと見ておきます。いろんなとこがこう見えるんで、うん、見ても連れてきてもらいました。もう知り合ってあそこでもう帰ってますもん一人で、うん、教えてもらえるとこうありがたいですね。そうですよね、ちょっとね少しでもね、なんかね分かれば。やべえやばすぎる、最高。はい、今10時18分ですね、じゃあ交通岳に到着しました。じゃあ今からですね、この先の仙人岳でしたっけ、はい、でその奥の鋸岳まで行きたいと思います。じゃあ頑張ろう。おう、あずっとね、ずっといい景色です。うわー、この両サイド見える稜線がすごい。うわ、やべえ、北アルプスがすげえマジですごいっすね。なんならなんかちょっと近すぎて怖くないですか、でかすぎて。この辺は急だ。仙人岳山頂に到着しました。近いな。はい、仙人岳山頂到着しました。寒いです、寒いです。はい、そしたら今から仙人岳からですね、最後の鋸岳の方まで、行きたいと思います。15分ぐらいで着くかな。はい、行きます。山頂標識の上にですね、三脚、スマホホルダーの三脚が忘れ物がありました。でなんとですね、白鳥も、はい、もうちょっとだいぶ前に気づいたんですけど、東御の頭あたりで気づいたんですけど、槍ヶ谷に手袋忘れました。オーバーグローブ忘れました。やらかしました。あ、近い、めちゃくちゃ近い。ここやばい、突き立ってますね。Gバンドか、最後です。と言いましょうか。サトシバージョンも。いや。本当に電気ないの？え？マジで。手袋俺忘れてたと思ったら中に入れてた、ちゃんと。あ、よかった、よかった、手袋あったよ、入れてた、サックの中に。それを忘れてた、アホですね。もうよかったです、よかったです。はい、そしたらですね、もう鋸岳満喫しましたので下山したいと思います。じゃあ気をつけて帰りましょうか。はい、はい、じゃあ帰りも頑張りましょう。おっ今蛇骨に向かってる途中です。もうね、ずっといい景色なんですよね今日。右も左も帰ってからこの動画を編集するのも楽しみですね。
登ります。ああ、しんど。ああ、しんど。まだ急登です。ここが一番急かな、なんか。一番急登でしたね。クロフまで戻ってきました。今13時16分です。はい、もうですね、中コース終盤、あと多分10分ぐらいで、登山口の方に到着すると思います、はい、今日はですね、佐藤さんと、一緒にですね、浅間山向井林山登ってきました。もうね、終始天気が良くて、もう最高ですって何回言ったかっていうところとであと、もうね、ニヤニヤしっぱなしだと思います。いや、今日の登山最高でしたね。どうですか、疲れ具合は。はい、明日行けますか。もし無理だったら